ドンブレトンでーす。今回は法のラインを超えていきたいと思います。勘違いしないでほしいんですけど、別に詐欺罪の方で法のラインを超えるわけではありません。多くの人がね、俺といえばみたいな感じでちょっと勘違いしてると思うんですけど、いや詐欺罪の方で法のラインは超えません。ゲーム内の不正行為を使って法のラインをね、今回超えていきたいと思います。この人今から不正行為やるならゲーム会社にたくさん通報しとかなきゃ。いや何考えてるんですか、危険そうですよ。ウェルトン君のアカウント通報しまくってバンさせたら二度とレインボーシックスシーズでお金が稼げなくなっちゃうからご飯が食べられなくなっちゃうね、もう死ぬしかないねとか、ちょっとね危ないこと考えてると思うんですけど、やめてください、俺の命なくなっちゃいますよ。ねちょっと誤解があります。これまだね、今から紹介する技、これまだ不正行為じゃないんだよ。今のところ裏技なんですよね。よく覚えておいてほしい。裏技っていうのは公式の人、開発に見つかった段階から不正行為に生まれ変わってしまうもんなんだ。だから今のところ今から紹介する技、公式にバレてないから裏技なんですよ。まあ、ちなみにね、どういう技をやるかっていうと、クラッシュの背中に背負ってる盾を使うとクレイマーとかノーマットの効果を無効化することができるんだよ。ノーマットあるし、これ試すわ。いくよ、これ見てて。え、なんでちょっと罠起動してよ。え、予定と違うんだけど。なんか違うこと言ってんだけど俺。本当の不正行為ってのは俺自身が裏技になることだみたいになってるのか。あ、また貼ってくれた。ちょっと待って、これ本当の、これ一回しかできないのかな今の。マジで本来こっちなんだよ。罠が起動しても吹っ飛びませんよってことを俺やりたかったんだよ。いやまあ1回目のやつってどうやってやるんですかって多分1回目の方が気になってると思うんですけど、いやあの技はどうやってやるかっていうと、まあ不正行為を受け止めた者だけが発動できる技なんですよ。その人自身が裏技になること。あれね、1回使ったらもう二度と使えなくなる技。俺自身が裏技になることだ。無職つって一発だけああやってね罠を無効化することができるんですよ。あれは本当に、ああ、俺今これ未来で多分不正行為になる技だけど今のところ裏技だな、でも今俺は不正行為をやっているっていうね、強いね、こうなんていうの、不正行為をしっかり受け止めた人だけができる技なんで、まあ、みんなにはちょっとねそういう罪の意識っていうのはもう持たない方がいいし、持つ人もねいないと思うんで、まあちょっとできない技ですね今のは。なんだお前そのスキン、やばいパンツかぶっちゃった、やばいパンツ剥がされた、やばい。パンツはな、下から履くもんだ、頭から履くもんじゃねえんだよ。何言ってるんですか。ちょ、俺の中で葛藤するな、黙って戦え。黙ったら実況できなくなっちゃうよ、黙ったらお金が入ってこなくなっちゃうからご飯食べられなくなっちゃうね。やめろやめろ、ちょっとね、俺がご飯食べられない世界線を見せていくな。ちょっと何言ってるんだ今日の俺、マジで意味わからん。いやでも行くぞ、このクラッシュのね小技みんなやった方がいい。今のところガチで公式でバレてないから今のところ裏技として運用できる。え、みんなその見えないスキン使ってんじゃん。わ、このゲーム勝てないや、敵から見えないスキン使ってこれで勝とうみたいな感じ、考えんのやめろお前。あ、悔しいか悔しいか、これ連携するか、行くぞ、任せた。お前、はい、これね、ガクアリクラッシュ、これで振り向き打ちとかしちゃってオシャンティーみたいに戦っちゃうやつはバカです。今のは俺が視線誘導っていうか俺に意識向けさせんだよ敵に。今の立ち回りは裏技より大事かも。今のみんなやって、良い子のみんながね裏技すごーいと思って見てくれてると思うんですけど、まあ裏技っていうのはもう未来の不正行為だから、もう裏技は別名不正行為予備軍だということを皆さん忘れないでください。まあ、だけど今のところまだね公式にバレてないからこれガンガン使ってください。法の上で反復横跳びしてる感覚もきっとないと思います。まあ、バレたらもう仕方ないね、修正もされるし。いやーでもあれ1回目の罠引っかかんなかったやつマジで強かったな。不正行為を使ってるという罪の意識を認めた者だけが使える技、1回限りの技、もうああいうの大会でやりたかったわ。うわー、丸だ、うわ、キモすぎ、拷問来なさい。お前な、自分のオペレーター名がお尻の穴に近い名前だからってお前怒ってとつってくんなよ。あれ、あいつどこ行った。あれか、ブン、来た、別の人か。やばいんだよな、これちょっと通れないのきついんだが。これね、このボムね、地下でみんな守りまくってるから。あ、上がります？カプカンの人。カプカンの人上がりたがってんな。ちょっと行くか。この人上がろう。みんなそのカプカンみたいなスキンつけてんじゃん。
もう敵から見えないスキンなんだよこれ。あの最近販売されてるんだけど、マジでペイトゥウィン。買ったら勝てる。わこのゲーム本当に勝たない、課金して勝たなきゃみたいな感じ。魔剣伝説なんか洗練ガチャみたいな感じだからな。待って、カプカンにこのハッチ見させて、俺はこの上を見てやる。そしてカプカンはなぜか死ぬ。俺には分からん。あーお前この野郎、てめえ拷問野郎、この野郎。すいません、アマルですね、あの人は。アマルっていうオペレーター名。怒ってんじゃねえよてめえ、とつりやがってよ。穴があれば何でもいいのかお前はよ。あ、いや、プラントさせられるじゃないですか。やべ、アラビア語すぎる。やべ、アラビア語もなんつってるかわかんないと思う。アラビア人も俺がなんて言ってるかわかんないと思う。あ、窓いなくなったな。窓のやつ今、廊下の銃声したな。ライオンの銃声だったから。はい、これ釣る。俺が釣る。おい。中央階ってプラントだな。え、プラントこっそり殺して、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 殺して。おい、またお前そのスキンか。危ねえ。行くわよ。はい、電撃のダメージ50ダメージ、威力10倍。あ、タイトルできたわ。普段のタイトルの決め方がバレた気がする。あ、やばいでしょ今の。うんか。いいね。これもうね、ペレット4枚使ったからね、マジで絶対壊れないと思う。あのね、ちなみにこのね、うんこって言い方結構ね、俺動画でやってんだけどね、あの参考あれだからね、あのバンダイナムコと一緒だからね。これダメだこれ、怒れちゃう怒れちゃう。会社名はアウトですよ。ちょっとメルトンさんダメですよ。消されたいのか、プロとして二度と活動できないようになりたいのかって感じ。でもそんな感じ、うんこ。もうくだらなすぎる。もうバカなんじゃないかな。もう俺はもう何を言ってるんだっていうかね、マジでこの裏技は強いからな。みんなも、なんか罠が置いてあって通れねえってなったら、クラッシュのケツで全部吸った方がいい。いや、マジでね、クラッシュのね、背中に背負ってる感じでね、異常な硬さだからな。あ、バイク降りちゃったら僕の餌食だねー。死ぬしかないねー。え？あ、右からどうする俺。あれ？いなくなってる？ちょっと待って、え？あ、これ上の音だ、やばい。あれ？どこ行ったあいつ？いや、でも右の音だったんだよな、完全に。あれ武器庫いないわ。あれ、あいつマジゾウヤどこ行った。あ、いた、いるんだけど、マジで気づかなかった。あれお前いつ箱に入ったの。壁すり抜ける能力でも得た。甘いな、お前フラバン食らわないんだわ。え、やばすぎ。え、俺ガチでダメージ50じゃない。え、俺いいよねこれ、タイトルに書いて威力10倍ダメージ50の電撃とか書いても大丈夫だよこれ。あとみんなね、俺のランクマッチのね、ランクのレート今いくつかっていうとね、あと1回か2回勝ったらプラチナ1になる。ちなみにプラチナ1って最高ランク1個手前だからな。ダイヤになっちまうぞ俺。いやマジダイヤ帯で俺動画撮れる日がね、また来るかもしれねえ。俺ね、あれなんだよね、クラン戦やってなかった時期ってね、俺3アカウントぐらいダイヤだった時があったんだよ。今寝ちったけど、今クソ自慢したけど、そう、3アカぐらいダイヤにした時期があったんだけど、ちょ、クラン戦で競技スインやってからね、最近ちょっとダイヤになんか上げるまでやってなかったんだけど、ちょっと今シーズンの動画アカウント俺ダイヤいっちゃうよーってかな。あれそうだ、言うの忘れてたけど、あれだわ、俺この動画の最後にくっそ強いワープね、クラン戦の動画載せる。え、ちょっと待って、なんでいいの。何か言い残すことありますか。え、あれゾウヤどこ行った。え、マジであいつ行方不明になりがちだね。危なすぎお前。いや、ガチこのゾフィアさっきから動きが読めないんだけど、読めないっつうか見失うんだけど。ちょ、異端な、なんつうの、進行方向すぎてマジで分かんなかった。いや、俺マジちょっとね、このアカウントダイヤいけそうなんだよね。いや、俺最後の最後でパーティー食いちまおうかな。アラペ見えてますよ。ボギー吐かないクラッシュ君、調子乗んないです。4対1だからってクソ野郎とか言わない相手に。はい、ということでね皆さん、まあなんか罠があったらケツで吸うと全部罠ね吸えるんで、ぜひやってみてください。クレーマーちょっとね危ないんでやめてください。ということでメルトンでした、バイバイ。もやっぱり経度はいってない。今ライニングドラゴンしてる。フラグ2個使った。嫌だね、嫌だねこれ。お前とバリケード開いたよ。ダイニングドローン回ってる。人は来てない。リビング階ドローン上がってった、メルトンさん。了解。壊した。まず。テレビ上げようか、また。リビングのバリケ上げるわ。
あ、リビングのあのダイニングの増やしてるところドローン乗ってるんだけど誰か壊せない。あ、俺壊すわ。壊す、壊す。ピアノ前、壊す、マビやった。まだピアノ前、火花。あ、LIONの人ピアノ。え、LIONライオン。俺ゴマド見てる。火花やった。うますぎ俺、やば。第4ピアノ前、いけ、ここ、ここ、ここ。おー、俺キルだ。A の消防隊の攻撃来たね。うまいや。キッチンやりたい。オッケー。